どうもこんにちは。この動画は、以前投稿した動画にゆっくり解説をつけたものです。内容は変わりませんのでご注意ください。では、ごゆっくりどうぞ。最近、自作 PC をやってみたのですが、初挑戦だったのでネットで色々調べてみました。特に、PC パーツ組み立て、関連を検索していましたが、PC パーツの発熱対策などについてもリンクがあったので、興味本位で一緒に見てみました。すると様々な冷却用の製品や対策が紹介されていて、大きなラジエーターがついた CPU クーラーだったり、冷蔵庫に突っ込んだり、液体窒素につけたりと、いろんな方法を試されている方々がいました。ただ私が見たものは、つけてみた、やってみた、といった実験的なものが多く、あくまでも特定の構成、環境での結果だったので、自分の環境だとどうなるだろうと思っても結果は想像止まりになってました。そこで思い出しました。学生の時に電熱の勉強したっけ？ということで、発熱対策、冷却製品の効果を数値的に予測できないかと思い立ち、計算的に検証してみることにしました。この計算には電熱工学という知識を使います。この知識は、電子機器やエアコンなどの設計時に、ファンの風はこのぐらいの強さで当てよう、ヒートシンクはこの形でここにつけよう、など、最適な方法を見つけるために使われます。つまり、計算で使用する式や値を決めて、どんな環境で、何のパーツを、どう使うか、これらを設定して環境、構成を検討することができます。そして実際に行う前に、結果や効果を想定できるわけです。まあミスると無意味な計算になったりしますが、話が長くなるのでこの話題はここまでです。では、発熱の計算についてです。計算対象は CPU、と言いたいところですが、今回は、NVMe 接続の M.2SSD に対してです。CPU の冷却にはヒートパイプが関わりますが、計算に反映する方法が検討できていないので、比較的簡単に計算できた M.2SSD について検討しました。検討する M.2 は主に、インテル SSD760B、256GB です。理由は、今私が使っているからですが、手持ちのなので搭載チップの寸法が測れます。それと思っていませんが、サムスン970 Pro、ウェスタンデジタルブラック PCI Express についても簡単に検討します。では M.2SSD をどう計算したかについてです。計算上の扱いは、実物やスペックから考えます。M.2SSD を見ると基板上に発熱しそうな IC チップ、抵抗、などいろいろな部品が載っています。しかし計算上は、基板と IC チップ4個だけです。詳細に計算するのは面倒なものでして、M.2SSD の設置状態もマザーボードにつけた状態でなく、空中に浮いたものとします。発熱の仕方は、チップから多く発熱、でなく、全体からまんべんなく発熱、としました。発熱の大きさはスペック値か、低角消費電力です。最高負荷時らしき値を選ぼうと思います。ただ、私が探せた値は表の通りだったので、それぞれ蒸気の値を計算に用いました。発熱の仕方について、もう少し説明します。M.2SSD の発熱について仕様を見ると、データの移動時に大きいみたいです。ですが、この、データ移動、がどの状態を指すか、私はよくわかりません。そこで YouTube で見た3つの動画を参考にしました。1つ目の動画はフォルダ間のデータ移動時の発熱をサーモグラフィーで計測した動画でした。ただ投稿時期が2014年だったので、もしかしたら今の M.2SSD と機能が違うかもしれませんが、この動画から、特定のチップからの発熱が大きい、フォルダ間のデータ移動で110度まで温度上昇する、その可能性があることがわかりました。2つ目の動画も、サムスン960エボーサーモグラフィーで温度を測定した動画でした。どうやって発熱させたのかはわかりませんが、960エボの温度上昇はシール表面で70度のようです。960エボは比較的最近のものだと思うので、最近の M.2SSD は高温にならないよう制御を行う、その時の表面温度は約70度、とわかりました。最後に3つ目の動画は、クリスタルディスクマークで M.2SSD に連続して負荷をかけ、温度上昇、発熱がどうなるか、検証していました。発熱により性能が落ち始める温度に到達し、その時の温度をクリスタルディスクインフォから見るというものでした。その他にも様々な検証がされていましたが、その動画から特筆する部分を挙げると、連続テストにより性能が低下する温度に達する、その時の温度がクリスタルディスクインフォで68度と示す、これらのことが提示されていました。以上3つの動画をまとめると上記の通りです。ここから、今回の計算でどのような運用で発熱したものなのかを考えました。今回の計算での発熱は、上記の通りです。ぶっちゃけ、この計算での発熱は現実よりも厳しくなるように設定しています。ですが逆に言えば、現実では計算より冷える、かもしれないので、計算上で良い条件があれば、現実では
温度上昇を抑制でき、求める性能を維持できる可能性があります。次に放熱についてです。今回検討する放熱状態は、蒸気のパターンです。計算上のヒートシンクは私が Amazon で購入したものです。これを一つだけつけた状態を想定します。このヒートシンクも手元にあるので、寸法は実測しました。設置方向については、水平はそのままですが、垂直は横長と縦長に置いた場合があります。ただ計算パターンが多くなるので、今回は横長の場合のみ計算します。この状態を実際の状況に置き換えると、ヒートシンクの有無、水平、垂直は言葉通り、無風状態はケースファン、室内風がない状態です。現実にほぼないような厳しい環境を想定しています。最後に熱の伝わり方をどう計算したかです。これも説明すると長いので短く話しますと、M.2SSD とヒートシンクから空冷による熱伝達と、空気への輻射は考慮しました。M.2SSD からマザーボードへの熱伝導は無視しました。この計算は面倒です。以上、ここまでが計算の説明でした。これらの情報を量計算ソフトに入力、計算できるように構築します。そして得られた計算結果がこちら。まずインテル 760B での計算結果です。水平設置、ヒートシンクなしで、80.3 度です。サーマルスロットリングが動作しない条件ですが、こんなもんでした。参考動画の中間くらいです。970Pro などと比べると、760B 波低発熱で、実際インテルも低消費電力を強調しています。温度上昇、サーマルスロットリングが生じにくく、安定して性能が維持できると考えられます。次に水平設置、ヒートシンクありの場合です。結果は 73.7 度、ヒートシンクなしより 6.6 度低いです。小さいヒートシンクを一つつけただけですが、これでも十分な効果を得られそうです。次に垂直設置、ヒートシンクなしの場合、こちらは 75.1 度、5.2 度ほど下がりそうです。ケースや拡張スロットによりますが、置けるなら垂直に設置したいものです。そして最後に垂直設置、ヒートシンクありの場合です。結果は 69.0 度で、11.3 度ほど下がりそうです。専用のファンをつけずに M.2SSD を冷やすなら、垂直設置でヒートシンクをつけておきましょう。760B での計算結果は以上です。おまけとして、970Pro とブラック PCI Express も計算します。前述しましたが、こちらは厳密に計算しません。というのも私がこの2つを持っていないので、搭載チップの寸法がわかりません。なので、760B で測った寸法を有用しました。発熱量について、970Pro は定格電力、ブラック PCI Express はスペック記載値を用いました。スペック値の説明には動作時の平均値とあり、つまり最大負荷の動作ではなさそうです。970Pro の定格電力はスペック値よりも高いので、最悪の場合を考慮して、定格電力を用います。ちなみに値を見ると、760B の2倍以上です。これは温度制御も必要になりそうです。760B よりもデータ転送が早いのも納得です。高発熱だけど高性能。性能を使い切るなら、冷却を十分にしておけってことですかね。以上、前置きでした。ここからは計算結果です。結果は、高いです。故障しない電子機器の方が少ない気がします。もう少し現実的な計算結果を得るには、現実的な発熱量、放熱形態を考えないと。ひとまずこの計算では、温度制御がない前提なので、これぐらいになってしまうのでしょう。やばいね。この結果から、970Pro やブラック PCI Express で、長時間、高負荷、高速にデータ転送を行いたいなら、風を当てるなりして放熱を強化しないとサーマルスロットリングが効きそうです。まとめです。今回 PC パーツの発熱を計算する、ということで、M.2SSD の発熱対策について計算してみました。無風環境で使うなら、ヒートシンクをつけて垂直に設置すれば、それなりに冷えそうです。760B ならこの対策でも安定して動作するかもしれません。一方で 970Pro やブラック PCI Express だと、無風環境下で最大パフォーマンスの運用は厳しそうです。ちなみに参考した3つ目の動画では、M.2SSD に風を当てた場合も検証されています。ぶっちゃけ計算しなくても、風を当てれば今回検討した条件よりも冷えるでしょう。ただこの条件も計算的に扱えるので、次回の動画で検討してみようと思います。はい、今回の話はここまでになります。ご質問、ご意見はコメントにお願いします。ご視聴ありがとうございました。さらばだー。